馬マは、スズキ目、サバカに属する魚の一種。インド太平洋の熱帯域に広く分布する海水魚で食用に漁獲される。和名は、沖縄方言に由来するが、沖縄県では、グルクマあと語尾を伸ばして、発音、表記される。生魚は、全長40センチメートルほどで、体はややがわ平たする。マサバやゴマサバに比べると小型で体高が高く、 サバとしてはふと短いように見える。また、背中側は黄緑色の地に黒い反転列が縦方向に並んでいて、体色や模様も異なる。日本の南西諸島からメラネシア、オーストラリア北岸、アフリカ東岸までインド洋と西太平洋の熱帯海域に広く分布する。また、スエズ運河を通して地中海東部にも侵入し、分布を広げている。 沿岸域の表層で大群を作り遊泳する。食性は肉食性で、動物プランクトン、小魚などを捕食する。プランクトンを濾過接触するため、エラにはエラ派がよく発達している。フィリピン・マレーシア・タイなど、東南アジアでは重要な食用魚で、低地毛、刺し網、巻き網などで多量に漁獲される。群れをなして回遊するので漁獲もしやすく、広く、食用にされている。 グルクマのフライ日本でも南西諸島で夏に多く漁獲され、焼き魚、唐揚げ、刺身などとして食べる。フィリピンではサバ族の魚との根性でハサハサという。マレーシアではイカン、クンブンと称し、唐揚げ、煮魚のほか、フィッシュカレーやクロポレコルと呼ばれるソーセージ状の魚肉、練り製品などの料理に利用される。タイではプラーランや プラートゥームーンと称するが、サバ族の魚との根性で単に、プラートゥーと呼ばれることもある。ありがとうございます。